さて始まりました、はい、チャンネルです。さあ、はい、増田先生よろしくお願いします。すげえ久しぶりにやってきましたけど、はい、英検のね、あの1ヶ月シリーズで一緒に書いてる先生でございますんで、英検、はい、受けてきたということで、ちょっと2級と準1級どんな感じだったのか聞きたいと思うんですけど、2級どうでした？はい、2級模擬問題は比較的オーソドックスで、ま、問題数がね、うん、減ったんで結構簡単になって、1問だけ、まあ、10番ですね、これだけちょっと難しかったかなっていう、うん、取りづらい、コンバートが難しかった、はい、で、あとはまあ基本的な、ね、はい、文法問題なくなってね、はい、そうですね、文法問題ないんで、そこはやっぱ熟語が半分を占めてるっていうところですね、うんうんうん、11番からもう全部熟語になって、うんうん、なるほど、やっぱ熟語の対策はしておかないといけないかなというところですかね、うんうん、で、2番の穴埋めはもう全然普通に追っていけばできる感じで、うん、はい、条文中の穴埋め、そうですね、そんなに難しくはないかな、で、Eメール、で、Eメールも段落ごとで普通に解ける問題だったんで、で、やっぱ読む量が減ったんでかなり負担が減りました。長文が Eメール次となんで、E メールはそんな難しくなくて、まあこっちのやつがまあちょこっと読み応えはまああるかなっていう、 3B の方がまあ5個あって最後の問題だけ、ね、だけ全体からで、結局これまだ詳しくはちゃんと見てないんですけど、うん、1234が1段落2段落3段落4段落の用紙みたいな、あで、それぞれで違ってるんですよね。なるほど。で、1段落、結局1段落の答えが合ってたんで、っていう、うん、そういう感じになってるなっていう気がしました。それぞれの段落ごとになってた。そう、段落ごとの用紙が合ってるかっていうのが、1、2、3、4にまとまってるかなって。で、予約問題ですね。はい、いよいよライティングの新しい予約問題ですね、はい、そうですね、今回オンライン授業ということで大学生が受けるのはどうかっていう話で、まあニコニコある感じですね、いい点が2つ、ね、悪い点が2つっていうことで、そうですね、はい、感じであって、まあそれぞれ1つ目のいい点がまあ時間節約、うん、で2個目のいい点が理解が深まる、何度も見れるからみたいな、レコーディングできるからみたいな感じですね、っていうところで、悪い点がこのインターネット接続がとか、コンピューターが苦手な子がいるとか、そういう感じですね。で、もう1個がフェイステフェイスとかの機会がなくなっちゃうから、こう寂しくなっちゃうよねみたいな、はいはいはい、そういうことを書くっていうところですね、うん、まあですけど、やっぱ結構45から55にまとめるっていうのが正直難しいんじゃないかなと、うん、ニコニコ両方書こうとすると、うんうんうん、っていうところがまあ今回難しくて、まあ自分自身もちょっとまとめきれないっていうのもあって、実際65ぐらいになっちゃったんですけども、うんうん、まあ実際これでどれぐらい点数が出るかっていうところがまあ今回受けた理由でもあるんですけど、オーバーしたらどうなるかっていうね、そうですね、はい、実験ですね、うん、そこをちょっと試してっていうような感じですか ね、まあ、あといろいろやっぱり使える表現とかが分かってきたと、うん、そうですね、特に2級はすごい無生物でやると結構まとめやすいっていうのがあって、まあ、ポジティブな方であれば洗うとかエネイボーですね、洗う人トゥードゥ、エネイボー人トゥードゥ、これを使うとすごいまとめやすいですね、うん、で同名詞を主語にしたりとか、まあ、今回でオンラインクラシーズもそうですけど、うん、そういったものを主語にしてっていうところです。で、一方でマイナスの方はプリベントとか、まあ、ディスカレッジとかですね、人フロム NG ね、はいはい、はい、これ使うと比較的まとめやすくなるんじゃないかなっていうのはすごい思いましたね。ほうほうほう、いいこと聞いたか、まああとね、言い換えはフェイストゥフェイスをね、インパーソンとか、うん、ディレクトリーとかね、言い換えられたかとかね、うん、そうですね、ちゃんとね、で、とにかくポイントポイントを、うん、まあ、接続副詞使ったりとか、うん、まあ、ディスコースマーカーとか言われるやつですね、うん、とか代名詞使ってちゃんとつなげてるかも測られますんで、 そこやりました。ただただ持ってきて何の言い換えもせず、うん、however とか置かないでやっちゃダメですからね、うんうん、そうですね、そこは気をつけて、また単語の言い換えです、まあ、lonely or isolated とかね、まあ、そういった言い換えで、うん、するとっていうね、で、次エッセイですね。エッセイはまあ普通今まで通りで80から105っていうことで、有名な多くの小説が映画化されていると、で、こういったのは将来増えていくかなみたいな、うん、そういったところでまあポイントっていうのがあるんですけど、まあ2級はもう皆さんご存知の通り、ポイントは別に無視しても構わないので、うん、まあ、今回僕はカンパニーの視点と、まあ、個人の視点っていうことで、結構エッセイ書くときに意識していることで、社会目線と個人目線っていうところで、うん、で、社会としてはまあ会社が利益が出るっていう、で、個人としては楽しみが増えるっていう観点で2つ書けたというような感じですね、はい、どういう結果になるのか、そうですね、今回ちょっとまあ実験も兼ねて197文字っていう倍だからね、そうですね、倍で書いたらどうなのか、ちょっと締めて2級の回答用紙全部締めてやってみました、はい、出ちゃうと採点外になっちゃうんで、その中に収まるマックスで一応197文字で書いてみたんで、まあ、この結果がね2級の採点下にはどう出るのかっていうところで、ね、なるほど、ちょっと楽しみに、はい、はい、しています。で、時間はどうでしょう、減った分と比べて、そうですね、個人的に逆になんか準1級はこの後ちょっとお話するんですけど、ああ、大変だと思うんですけど、2級に関しては楽になったんじゃないかなっていう、わかりやすいからってね、うん、すごい入
早く進んでる感じがしましたね、うん、まあでもね一般の高校生とかはきついと思うんだよね、うん、はい。でリスニングですね。でリスニングこれ結構久しぶりに聞いたってのもあるんですけど、うん、なんか難しいなっていう印象が結構受けたなっていうところですね、うん、まあ何が難しいかってちょっと先読みをしてなかったせいもあって、うん、終わって解いてたらもう次始まるみたいな、あ、なるほど、そんな感じがあったんで結構難しさを感じたっていうところ。じゃあやっぱ先読みは絶対しといた方がいいですね。そうですね、これ本気で取りに行くなら先読みは必須かなっていうのは思いましたね、うん、まあ両方それで。そうですね、あと集中力ですかね。ちょっと30問多いんで、うん、なるほどね、やっぱトイックとちょっと同じで、うん、ちょっと途中で集中力切れちゃって僕も1問か2問聞き逃しちゃったのがあるんで、それがなるほど、はい、ぜひ受けた方ですね、はい、感想をお聞かせください、うん、ぜひお願いします、はい、今後の本の、ね、作成に役立てますので、うん、はい、そして、順位級の方は順位級単語は比較的一個むずいなんですけど、多分ロビーですかね、ロビー A to Do が出たんで、はい、まあ、他3つが A to Do が取れないっていう形だったんで、うん、まあ、できたんですけど、うん、結構難しいなっていうのはありますね、はい、あとはでも比較的熟語も結構シンプルなものが多かったんで、うん、まあ、EX とか4半の単語帳やってればもうほとんど8割以上は取れるんじゃないかなっていう、まあ、そしてこれ過去に出たものしか出なかったんで、うん、今回気質でした全部、うん、はい、昨日の動画見てください。ご飯だとやっぱきついですよね、はい、そうです、ご飯の単語帳パスタね、パスタのご飯ではきつい、パスタのご飯はきついです、はい、で穴埋めもまあそこまで悩むことはなく結構普通の流れを取れてればできるような問題でした、うん、はい、で読解ですね。読解一問すごい難しいのがあったんですよね。28番、正直答えが3か4か分からず終わったっていう感じで、ね、他の問題はまあ段落ごとに答え出るんで、まあ、比較的シンプルに解けたかなっていう。なるほど。でもう一個の問題は5段落の4問なんですよ。はいはいはい、そうですね。そうなんで4段落目だけ答えがなくっていう感じで。なるほど。さあそして新たな要約は、はい、そうですね。で要約でこれはフリーランチっていうところで昼食、はい、ね、無料の昼食を提供するっていうような、全員の生徒ですね。そうですね、全員の生徒にやることはどうなのかっていうことだったんですけども、まあこれも先ほど2級で言ったように結構洗うとか使いやすいなっていうのと、あと関係詞を使って流れがあるんで、こういうことやった、そしてこうなったっていうのが多いんで、カンマウィッチ使って、うん、そしてっていうことでウィッチヘルプスとかにすると比較的やりやすいなっていう、あとリーディングトゥーみたいな感じで分子構文使ったりとか、そういった形でやっていくと比較的うまくできるんじゃないかなっていう。なるほど、まあ、構成としてはね、いい点悪い点、そういい点悪い点2つ、うん、で、まあどこを選ぶかっていうのは悩む人もいるかなと思って、うん、 ね、そもそもバランスが悪いんですよ。第2段落が長くて、そうそうそう、長いんですよ。第3段落が短い、うん、まあ、第3段落でもこれ1個って思うこともできるかなっていう。そう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 、だから第3段落はポイントの数っていうのも難しい、だからいっぱい作って、でその分残り物もたくさん増えちゃうよってことなんで、うん、そうそうそう、作る大変さと残り物、それをまあ一緒にまとめるっていうのもありかな、うん、で先生がベイカントランドですね、空き地ですね、はいはいはい、空き地をまあファーミングに都市部で使っていくのはどうかっていうことで、はいはい、これ結構悩んで今度はポイント使わなきゃいけないんで、はい、どうしようかなと思って、まあ、コストとポピュレーションで一応書いて、うん、悪い方で一応書いたんですけども、うんうん、費用がかかってしまう、いろんな人を雇うのに費用がかかってしまう、まあ、ありきたりな例ですよね、うん、それ書いて、あとポピュレーションで都市部にさらに人口が増加、人口増加につながっちゃって、でそれで一方で郊外の方、サバーブですね、そっちの方は人口減ってしまうっていうような形が起きちゃう。その人口増加が一級の要約問題。ああ、そうなんですね。なるほど。まあこれも一応、まあ、文字数オーバーしちゃったんですけど190何とかぐらいですかね。なるほどね。時間的にはどうですか。時間はやっぱ結構大変かもしれないですね。こっちは余んなかったな。でしかも高校生が解こうとすると、うん、より余んないだろうなっていうのはすごい感じましたね。なるほど。単語問題にかけれないって感じですね、うん、最初の単語もほんと30秒以内にパッ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 解いてやっていくっていう風にしないと厳しいかなと。新英系の時間配分で、リスニングは、でリスニングはやっぱ比較的いつも通りだと思うんですけど、パート2がむずいですね。ああ、そうですね、うん、パート1は比較的普通でしたけど、パート2がやっぱちょっと難しさを感じましたね。内容が分かんないのが何個か、お、うん、ついていけないっていうのが、やっぱこれも先読みしないと、先読みをしないと正直これ結構きついなっていうのは思いましたね、うん、やっぱこう解いてる間に2問あるんで、うん、解いてる間にもう次の文章始まっちゃうっていうのがもうよかった、うん、やばいやばいみたいな、うん、結構焦っちゃったのもあるので、これが最難関って言われることが多いから ね、リスニングは難しいですね。パート3もまあまあ難しいですね。リアルライフも、そう、リアルライフもこれも早いんでね、テンポが、うん、おそらくですけどこのシチュエーション読んでる間に始まってる人多いんじゃないかなっていう。あ、なるほど。このシチュエーション理解する間にこうもう始まっちゃったみたいな人が多くて、結局聞き逃してるみたいな
じゃあやっぱり、まあ、トイックと似てて先に読む力、うん、早く読める力っていうのが大事になってきますね。なんかポイントとしてこのパート3のシチュエーションを先に読んどくっていう、ワンツーじゃなくて3を読んどいてまとめておくと楽かもしれない、うん、なるほどね。最初に先読みするんであれば、うんうんうん、っていうのは思いましたね。なるほど、ということでございました、はい、なんでぜひともこれを参考にしてもらってですね、うん、そうですね。あとまあ受けた方はですね、ぜひとも感想お待ちしておりますので、うん、はいはい、そちら書いていただければと思います、はい、最後、はい、ありがとうございました。テキパウチン、ありがとうございます。